はい、どうも皆さんこんばんは。それではサイバーパンク続きやっていきましょう。ちょっと吸引したいんだけどできねえ。なんでだろう。まあいいや。今回はですね、嵐の乗り手というサブミッションをやっていきたいと思います。パナムさんから連絡が来まして、ちょっとキャンプでアルデカルドスのキャンプに来てほしいということで向かってきました。よっ、ビー、来てくれてありがとう。いつの間にクランと仲直りしたの？連中には相変わらずイラつかされてるよ。でもほら、家族だから、そういうことで、ね、何があったんだ？一体何があったの？ソウルがさらわれた。わお、レイスの仕業さ。あの頑固親父ヘマしやがって。なぜレイスだと？連中のキャンプを監視したところ、複数の捕虜がいることを確認した。ソウルもその中にいる。あんたなら助けてくれると思って呼んだんだ。私も元はノーマットよ。都会に出たって根っこにあるものは変わらない。確かにそうかもね。ああ、それと報酬も用意してるから。西海岸一のスナイパーライフルだよ。テクトロニカのグラード、使ってたの見たでしょ。感謝の気持ちと一緒に受け取って。良さそうね。そんな平凡な言葉じゃこの銃の凄さは語れないよ。じゃあ行こう。ミッチが待ってる。そういえばね、このイベントっていうかストーリーでもらったアキレスって銃あるじゃないですか。これめちゃくちゃ強いんだよね。なんかね、ショットガンみたいな感じなんだけど、ダメージが化け物みたいな威力しててすげえ便利なのよ。え？なんでパナムとビーが？一体どうなってるの？スコーピオンのことがあったってのによく顔を出せたもんだな。ソウルの件だろう。無視しな。おいパナム、まさかお前本当にやる気なのか？誰かがやんなきゃ。今回ばかりは無茶が過ぎるぞ。やるしかないんだ。相手が相手だからみんなソウルを助けに行こうっていう気にもならないのか。使えねえなお前ら。ミッチはここで会うはずなんだけど。すぐに来るよ。よそから手を借りるなんて聞いてない。借りられる手は借りないと。車にもたれかかって話を聞く。何か問題でも？まるで私たちの人手が足りないって言ってるようなもんでしょう。そもそも人数をかけて正面から仕掛けるつもりはない。ミッチがすでに偵察の準備をしてる。潜入役は B、 私は援護に専念する。静かにやるなら二人で十分ね。俺たちだってラフェンのクソ野郎どもに一矢報いてやりたいさ。だがしょうがないでしょ。前回の攻撃で半分近くがやられた。物資はリノの向こうで止まってるし、装備だってわかるでしょ。まさにどん底さ。正直この状況から抜け出せるかわからない。努力はするがな。リーダーがさらわれたのに何もしないつもりなの？何がクラン、何が家族よ。聞いて呆れるね。それぐらいにしないと。やめなって。考え方はそれぞれでしょ。来た。ミッチが来たぞ。レイスのキャンプにドローンを飛ばした。喧嘩が済んだなら映像を見てもらっていいか？はいよ。ええ、もちろんよ。ドローンは光学迷彩を使ってるから見つかりはしないが、その分バッテリーを食う。手早く済ませてくれ。ああ、結構な規模だな。セメント工場の跡地に居座ってる。やつらはイナゴと一緒さ。襲来しては全てを奪い尽くし、また次へ向かう。でも今回はあの壁が見える？防衛対策を取ってるみたいだ。つまり連中は長居する気ってこと。その理由はわからないけど、もしかしたらソウルのことが関係してるのかも。いやー、結構な数いんな。マジで中に侵入して確かめる必要がある。スナイパーまでいるじゃん。あれボスがいる。ちょっと待って、どいつだ？こいつか。あの監視所はキャンプ全体につながってるはず。なるほど。
ただ壁の一部は警備が薄いから、そこを狙う手もある。壁が薄い、まあ、そことかだって今の B さんだったら自力で開けられるもんね。技術9で開くってことは。跡があるでしょ。ああ、はいはい。タイヤの跡、相当重たいものを運んでる。何かしらの機材か、ソウル以外にも捕虜がいるのかも。トラックに続いてる。スキャンしてみて。あれか、ソウルはあの中に拘束されてたんだ。いやー、ざっと外だけで結構な数いるんだけど。このでかい建物、ソウルはきっとこの中に。10人15人くらいか、やらないといけないのは。こんなに広いの？砂浜でダイヤを探すようなものよ。壊されてなきゃ監視カメラのネットワークを利用できる。制御室さえ見つければね。あそこかな、制御室多分。まあまあ今だったらいけるかな、頑張れば。厳しい気もするけど。とりあえず入れそうな入り口はここくらいだな。ここさっき言ったところと連絡路だ。ガレージとメインの建物をつないでる。まあここが開くのか。なるほど、オッケー。よし、取っかかりはつかめた。入り方は大丈夫だな。準備はいい？もち。大丈夫。行きましょう。よし。ミッチ、バンの準備は？やれることはやった。見てみな。この3人で行くのか。バン、これだ。絶対これだ。俺運転する。さすがだね。まあほとんど間に合わせだけどな。それでも十分だよ。待て、もう一つ渡すものがある。何？もしソウルにまだ息があったらこいつを使うんだ。スーパージェット、それもとびきり強力なやつだ。きっと役に立つ。キーアイテムだといいけど、おんぶするわけにもいかないし。じゃあ準備はいいね。 B、 一緒に来てくれる？ええ、当たり前でしょ。それじゃあ運転は任せる。運転しないの？スコープの調整をしとこうと思ってさ。じゃあ行くぞ行くぞ。いいな、こういう遅いバンの運転久しぶりだわ。ラジオだけ止めるけど、別に今著作権引っかかるような曲が流れるような設定にしてないからさ、ラジオかけっぱでいいんだけどさ。ああ、そうだ、ラジオもあるから。聞きたければどうぞ。消したんだよな今。あ、違う、これ普通に流れてる BGM か。いや、そんなことないね。オッケーオッケー、消えたわ。あはーん、なんで今の段差で軽くひっくり返るの。昔のグラサフみたいに裏面にひっくり返った状態でから復帰できないとかじゃないからいいけどさ、なんで今ひっくり返ったの。よりによってソウルが捕まるとは。他の人だったらまだわかるけど。今は鈍ってるって言ってなかったっけ。そうだけどさ、爆撃の中みんなを引き連れて宗教を超えたり、ペトロケムのカンプローリーを奪った時はそのまま燃料をばらまいた後、火柱を上げて子供たちを喜ばせてた。昔はすごかったんだ。憧れの人か。分かってる。ただ本当にお前スコープの調整してんだろうな。あ、ちょ横見ながら運転するもんじゃねえや。たまにはこういう遅い車に限ってだけど、一輪車での運転もいいよね。あれ見て。どれ？バカでっかい嵐だ。お、都合いいじゃん。そうね、あれに巻き込まれたらおしまいだ。急がないと。都合がいいじゃないですか。車を隠さないで、岩場のそばに止めて。よし、降りて。
私は離れた場所から援護する。はいよ。くれぐれも慎重にね。まあ大体の敵の位置は把握してるから、事前に偵察するって便利だな。プレイヤーもあれとか使えればいいのに。AI とか使える、 AI じゃないや、ドローンとか使えればいいのにね。お邪魔ーん。位置に着いた。援護は任せて。よいしょ。とりあえず全員生かしていく方針でいくけど。あれ、アジトまで行くっていうので途切れて、ああまあそっちから中に入るまでがなアジトですよっていう話か。連中のガレージだ。厳重に守られてる。もしかしたらセキュリティシステムのアクセスポイントが中にあるのかも。見つからないように近い。そのまま進んで、ソウルが捕まってるのはきっとそこだ。失礼。今のガバガバすぎるだろう。なんで見つかってねえんだよ。目の前で味方ガシッて掴まれて、メインの建物だ、誘拐されてきたのに、なんでバレてねえんだよ。私の勘がそう言ってる。作戦通り、制御室を見つけたら監視カメラの映像にアクセスして。パルサーだ。もう来ついでにお休み。よし。で、アクセスして探すってことは、この端末触らないといけないんだろうけど。あいつ大丈夫かな？大丈夫そうだな。ローカルネット、監視システム。あ、いた。パナム、ソウルを見つけた。地下に閉じ込められてるみたい。状態は？暗すぎてよくわからない。とにかく、助けに行って。きっとまだ生きてるはず。よっこいしょ。助けには行くけど、地下ってどうやって行くんだろう。結構いるんだよな、下にも。下にも、ここのエリアにも2人くらいいるし、今ちらっと見えただけで、あれだな、その下にもさらに結構いたな。マジいな。マジいな。どうすっかな。話とかしてて移動してくれるタイプの人かな、あの人たち。あ、移動して。OK。ちょっと暗がりで見えなかったんだろうな、きっとな。無能で助かるぜ。よいしょ。おやすみ。もう今忍術のレベル上がんねえからな、ステルスキルを進んでやる必要もないんだけど。よいしょ。はい、おやすみ。くそ、あ、やべ、映せないこれ。女の子が死んでる。内臓を抜かれてるけど、クローム目当てってわけじゃなさそう。ラフェンのゲッタモメ、少年が腐りきってやがる。くそ、危ねえ。なんで開けた先にいるんだよてめえ。よいしょ。てか一人も殺してないけどいいかな。殺しといた方がいいかな。切られたら怖いよね。パナム、ソウルを見つけた。まさか生きてる。あ、生きてる生きてる。よかった。じゃあ早く脱出して。ソウル。俺の
ハマキはどこだ。知らねえよ。ハマキ？何度も言わせるな。ハマキとよく冷えた酒に女も何人かつけるんだ。できねえならとっとと失せやがれ。しっかりして。パナムと助けに来たの。パナム、あいつはもういない。帰ってきたのよ。ほら行きましょう。お前もしかしてあの時の傭兵か。なんかあれかな、記憶が混濁かし、なんかしてる。家族が待ってる。ああ、こいつは効くね。このまま踊り出せそうだ。問題なさそうよ。ハマキと女を要求してきたぐらいだから。いつものソウルだ。ああ、いつものなんだ。脱出して。これから脱出する。分かった、すぐそっちに向かうから。驚いた、警備をすり抜けたのか。ええ、だから慎重に行動して戦わずに脱出できるかもしれない。あ、なんか今飛んだな。いいんだけど。あー、見つかるか。見つかるよね。見つかるでしょうね。あー、どうすっかな。俺今サプレッサーとか持ってないんだよな。あ、てかシグレじゃん。シグレちゃんじゃん。こんなんいつ拾ったんだろう。あの野郎の HP がどれくらいかによるな。よし、オッケー。お前もショート。やべえ、外した今ナイフ。下手くそすぎん。ちょっと待って。ナイフって遠距離になればなるほど当てづらいからさ、近距離でも俺よく外すけど、そういうのはあってすげえ使いづれんだよな。どうしよっかな。ここのやつってしゃがんでりゃ多分 見つからないよな。うわ、そっちかー。あ、いや、いけるな、これは。多分。あ、やっぱお前に見つかる？じゃあ、ショート。ショートプラスオーバーヒートとかでいい？今ならまだ半殺しで許してやる。はい。こういうクイックハック戦法すげえ役に立つ。よいしょよいしょよいしょ。やべえな、嵐来てんな。あれ、ソウル君、早くこっち来て。お待たせい。空気がうまいじゃない。早く来いよ。後ろに乗る。後ろに乗る。乗れなくね。あー、お前が乗るの待ってないといけないのか。めんどくせえな。話は特にないんかい。目的地ってことは向こうに建物がある。あそこでしのごう。ここは見覚えがある。安全なはずだ。ひとまずはな。結局嵐がきつくて戻れないっていう話か。中へ急げ。戦闘にならなきゃいいけどな。ふう、一息つかせてくれ。くら、電気設備とかないのかな。なさそうだな。危ないところだった。口の中が砂だらけだ。
ジャリジャリする。泊まりになりそうだね。電気は来てるのかな。 B、 スイッチを探してくれない。もよ、あ、こっちにあんのか。これだ。使えるものがいろいろある。慌てて。明かりがついた。すごいね、こういう修理って特にスキルとか必要ないのかな。やり方が分かってれば誰でもできるんかな。くそ、冷えてきたな。うん、ヒーターが壊れてるみたいなんだ。 B、 なんとかしてくれない？頼むよ。あ、もしかしたら外のヒューズが緩んでるのかも。見てきてくれる？俺をこの天候で外に戻すの？ B さん飛んでっちゃうよマジで。簡単に飛んでっちゃうよ、女の子だもん。うひゃー、もう怖いな。あとなんかずっとスキップボタンついてるのはなんだろう。あったまった。ほら、どう？賞味期限は戦争前でも、まあ大丈夫でしょ。今日はついてるね。ついてるか。面白いことを言う。説教の予感がするんだけど。説教はしない。だが大事な話がある。レイスに捕まった後、奴らは俺からいろいろ聞き出そうとしてきた。キャンプの場所、輸送ルートに積み下ろしポイント、連中にクランの状態を知られたらすぐさま襲撃を仕掛けてくるだろう。それにお前が助けに来てくれなければ俺は今ここにいない。見て、このしかめっ面。これで感謝を伝えてるつもりなんだよ。お前とはいろいろあった。まあね、家族だし。蒸し返しはしない。大賛成。お前に戻る気があるなら俺たちは皆喜んで歓迎する。だが条件がある。家中に飛び込むような真似はもうよせ。ほーら始まった。今回の件はほんの始まりに過ぎない。戦争になるかもしれないんだぞ。ラフェンは俺たちだけじゃ手に負えない。だからバイオテクニカと組むの？ B、 あんたもなんか言ってやってよ。パナムの言う通りよ。とりあえずパナムに味方しとこうかな。ありがとう。お前に何がわかるってんだ。バッカーを知ってる？いや、よくは。でしょうね。スネーク族と手を組んだ途端消滅したから。あんたたちは誰にもこびずここまで来た。バイオテクニカを相手にその信念を捨てたらバッカーの二の舞になるどころか、もっと悲惨な運命が待ってる。さすがだよ、 B、 よく言ってくれた。まあいい、喧嘩ならこの先いくらでもできることだしな。それもそうね。まあ、とりあえず泊まりだもんね。今日一眠りさせてくれ。手を貸そうか？お断りだ。ふぅ、砂嵐を北アフリカでなんて呼ぶか知ってるか？ハブーブさ、いい響きだよな。大丈夫かな、ソウル。ハイポを打ったから大丈夫っぽいっちゃっぽいけど。待って、何今の？さあ、薬のせいじゃない？だといいけど。頭ぶつけておかしくなったのかも。笑っちゃう。はい。屋根の下で寝るなんてめったにないのに、あんたとはこれで二度目。ああ、まあ確かに。来る日も来る日も車の中で過ごしてるからさ、お尻の下がシートじゃないと逆に変な感じだ。わかるよ。私もまだ全然慣れない。だよね。ここなかなかいいモーテルにできそうじゃない？車で寝るよりは全然いい気がするけど。私ならきっと常連になるね。どうぞごゆっくり。あー、これで完璧。
お靴を脱がれた方がくつろげるかと。一日中履いてたんだよ。衛生上どうなの？お疲れでしょ。お客様にはごゆっくりしていただきたいんです。そう、例えばどんな風に？なんだこれ、何の選択だ。とりあえず面白そうなの選んどくか。例えば、わかるでしょ。あー、B。ダメよ、今の関係を壊したくないからね。うん、ごめん。また断られてるよ、 B さん。かわいそう。てたんだろう。謝らなくてもいいって、気にしないで。じゃあ友達ってことで。うん、友達で。 B、 来てくれてありがとね。本当にありがとう。まあ、ねえ、聞こえる？パナムさんは大切な人を失ったばっかだし。ほら、風の音弱まったみたい。ハブーブのことはわからないけど、血抜く風が平野に吹き荒れると一睡もできないんだよ、いくら眠くてもね。うん、これどうすんだ。おお、びっくりした。急に出てきやがって。インディペンデントカリフォルニアモーテルへようこそお越しくださいました。どうか素敵な夢をご覧ください。寝たのか。あれ、誰もいねえっていうか、パナムがいねえ。外にいるのか。あれは？ああ、もう二人とも外にいるのか。英雄のお出ましだ。おはよう。よく眠れた？うん。よくやったな。昔は。まあね。背中がちょっと痛いけど。町に戻ったらリパーに見てもらわなきゃ。整体もやってくれるのかな。私はぐっすりだったよ。あんたの肩のおかげかな。さて、私はそろそろ行かなきゃ。クランに残るべきよ。わかってるでしょ。誰もそう言わなくても、みんなあんたを必要としてる。だろうね。来て。なんかさ、昨日ソウルと話した時、味方してくれてありがとう。ただ今回のレイスの件はこれで終わったわけじゃない。キャンプ内の備えはソウルに任せる。だから私は。どうするつもりなの？連中はうちのルートを探ってたでしょ。だから今度はこっちから向こうを偵察するんだ。ああ、それと約束の報酬、大事にしてやってね。いい子なんだ。グラード、これも改造できる武器か。心配しないでパナム。してないよ。さて、本当ありがとね、いろいろと。こっちこそ力になれてよかった。元気でね。パナムもね。この借りはいつか返すから。おお、時計当たってる。よし、町に帰るぞ、B。こんなど田舎はもううんざりだ。は、田舎は田舎だけどさ、言い方ってもんがあるし、正直。いやー、このバイク借りてくわ。なんか荷物すげえな、このバイクな。あれ見ちゃうじゃない、デスストランディング。デスストランディングのさ、バイクこんな感じだよね。やったことないからわかんないけどさ。まあいいや、とりあえずもう周辺でできることはないから、サイドジョブとかはちらほらあるけどね。
今回はこの辺で終わりにさせていただきます。あとまあ何個かね、こういうサイドジョブ系でまだ行ってないのに詳細が分かってる系のものがあるんですよ。こういうのが何かっていうと、和歌子とかから仕事を受けてるんですよ。どれがどれだったかもう覚えてないけど、だからなんか特殊なサブジョブみたいなのが出てるので、まあ、それをやってもいいかなと思っております。今の段階ではね。え、てか俺あれじゃん、とうとうレベル上がりすぎてんじゃんいや何が言いたいかわからないと思うんだけどさ、今までここのエリア、ヘイウッドとかこの辺のエリアって俺仕事危険度高かったんだけど、受けれるようになってる。あ、これも喧嘩も受けれるようになってる。受けれるっていうか大丈夫なレベルになってる。へえ、じゃあ後で行こうかな。うん、いやーマジか。あと今お金も16万くらいあるんでなんでこんななんだろう、気持ち悪い。これだよな、もらったやつ、グラード。弱っ改造できる武器だからいいかって思ったけど弱っリロードカスタムサイレンサー付きってことは多分音は全然しないんだろうな。撃ってみるか一発試しに、せっかくのもらいもんだし。グラードグラード、あれてかなんで俺ナイフ外してんだ。手に入れたタイミングで外れちゃったんかな。いいね、サイトが片目じゃなくて両目用なんだね。あーなるほど、外したら高くつくタイプの銃だあーまあ使うかどうかは微妙だな。これ連射力はないんだな。ちょっと案外ずれるコープが。スナイパー系のスキル上げてないからだろうけど、サイトも若干俺的には見づらいかもな。まあ、サイトとかは変えられた気がするけど、ああこれだよね。これレアのレアなやつなのかな。まあでも使えそうなのかな。わかんないな。どれくらいの威力かなって。車に撃ったんじゃ分からねえしな。明らかにガスタンクって撃ち抜いてるはずなんだけど全然爆発しねえし。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。また次回続きやっていくということで、次回はまあ何するか決めてないんでまだ未定ですけど、はい、次回ねお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.